現在の愛知県東部にかつて存在した三河の国は、鎌倉と畿内とを結ぶ東海道、鎌倉街道が東西に走り、戦略的に非常に重要な地であった。そのため、鎌倉幕府の執権たる北条徳宗家の縁戚であった足利氏は、鎌倉時代に代々三河の守護職を与えられて、後に室町幕府を開く足利氏の根拠地の一つとなったのだ。三河守護職に加え、額田郡、青海の省、吉良の省、今川の省、上野の省、設楽郡などの地頭職も得た足利氏は、三河各地に一族を分出。室町幕府において要職を歴任した細川氏や日記氏、一色氏、吉良氏、今川氏、上野氏などの名字の地ともなった。そのような重要な要地であったため、室町幕府の創設期である。南北朝時代においては、足利家の執事職を務めていた。河野諸直の一族である河野諸兼らが守護職を担うことになった。建武4年1337年5月から寛永2年1351年2月まで、三河守護は河野諸兼や南宗次が務めていたと推察されており、額田郡の万所があった菅生郷に土方郷、下村中山郷などは甲州の本領であり、山中郷や下山の田代、外山、小丸を一族の彦部氏が領するなど、高一族は三河の中央部に支配を広げていたのだった。だが、河野諸直と足利尊氏の弟である足利忠義との対立の末に、鎌倉幕府を二分した寛永の擾乱が起きると、三河の状況は一変する。寛永元年1350年12月に足利忠義に味方する黒人が、甲州の地盤である額田郡において、額田郡一揆を結成することになるのだ。額田郡一揆協業によれば、その参加者は秦なしの青尾氏と、その一族の鹿島氏、福津の大場氏、樫山の樫山氏、友久の宮重氏、明大寺前の高宮氏、小尻の時氏、大門の柳田氏、和田の省の和田氏、根拠地は不明ながら、川地氏、山室氏、新氏など、多くの勢力が甲州派から忠義派にくら替えしたと思われる。寛永2年1351年2月の内出浜の戦いに敗れた足利尊氏は、河野諸直らの出家を条件に足利忠義と和睦するが、河野諸直と高一族は向こう側において、忠義派に謀殺され、高一族は族滅の浮き目となってしまう。わずかな一族の生き残りによって、甲州の家名は保たれはしたが、高一族の権力は失われ、甲州による三河の支配は終焉を迎えた。忠義派となった額田郡一揆のその後の動向は不明だが、後の寛正6年1465年に起こった額田郡一揆において、そのメンバーが今川家では吉良氏の悲観とされることから、忠義派であった西条吉良氏の帰化として活動したと推測できる。西条吉良光貞は足利忠義の死後も南朝型となって幕府と戦うが、1356年に光貞の弟の吉良高義が東条城で独立というか担がれて、南朝型の西条吉良氏と幕府型の後期東条吉良氏に分裂している。ちなみに前期東条吉良氏は奥州に下降して奥州吉良氏になり、後に鎌倉公方に属して牧田吉良氏になっている。寛永の擾乱で滅んだ河野諸直に代わって足利尊氏の執事職となり、次に幕府において権力を得たのは日記頼明であった。その弟の日記義長が寛永2年2月に三河守護となり、日記義長の下で守護代となったのが西郷壇上左衛門尉になる。三河西郷氏は柳郡の西郷氏と、明大寺の平岩城、旧岡崎城の大草西郷氏があるが、残念ながら諸説あって系譜ははっきりしていない。甲州に代わって三河守護となった日記義長だったが、足利尊氏が延文3年1358年に没し、足利義明が二代将軍となり、その翌年の延文4年1359年に兄の日記頼明も亡くなると、後ろ盾をなくした日記義長はほどなく窮地に陥ってしまう。二代将軍足利義明の執事、後の管領には細川清氏がつき、また関東執事、後の関東管領であった畠山国清が、足利義明の要請で南朝の攻撃のために関東軍を率いて上洛すると、執事の細川清氏と関東執事の畠山国清とがタッグを組み、政敵であり確執のあった日記義長を排斥する動きに出る。日記義長は将軍の足利義明の身柄を確保して対抗しようとするも、佐々木同様京極高氏に足利義明を脱出させられ、抵抗の術を失い、延文5年1360年7月、地盤の伊勢に逃げ落ちる羽目となる。だが、細川清氏も将軍の足利義明と対立して失脚してしまい、畠山国清も幕府で立場を失い、鎌倉府へと逃げる羽目になる。畠山国清が畿内から鎌倉に向けて逃げる途中に、三河の矢作川に差し掛かると、それを迎え撃つ兵がいた。主君の仁木義長を排斥された西郷團十左衛門尉と、元忠義派で南朝型になってしまっていた西条吉良光貞だ。さらには尾張の小川でも日記派として、地頭の小川正房が挙兵する事態となり、畠山国清は前後を敵に挟まれ、心配極まってしまう。畠山国清はこの時、弟の畠山六郎の治療地である堤本地城に逃れたものと思われる。細川清治の失脚後に幕府の実権を握った柴高常と義行の不死は、この状況で大島義高を新たに三河守護とし援軍に向かわせた。大島義高は西郷勢をボコって主のいる伊勢に追い落とし、吉良光貞も大島義高にボコられて幕府に帰順する結果となる。一方、尾張で挙兵した小川正房は尾張守護の時頼康の弟で、尾張守護代の時直氏に小川合戦においてボコられた。小川氏は没落してしまうのだが、その光栄が後に再興を遂げ、小川城と刈谷城を擁し、戦国時代に織田氏と同盟する水野氏になる。畠山国清は関東に戻ったものの、鎌倉公方の足利元氏によって、弘安元年1361年11月に追討を受け没落してしまった。畠山国清の家系は畠山嫡流からは外れてしまうことになるが、国清の次男とされる和田宗元が三河の大浜の地で、碧海軍式の将の地頭代となり、後に安城城を築くことになる和田氏につながることになるのだ。幕府に帰順した吉良光貞は保伊軍西部の南朝型の攻撃を始め、この南朝勢力は熊野出身とされる鵜殿氏ではないかとされている。仁木義長は畠山国清と細川清治の失脚後に幕府に帰順したため、西郷氏も伊勢から三河に戻って大草城、あるいは太陽省の地頭代に復帰したようだ。大島義高は三河守護を延文5年1360年10月から、永和3年1377年11月頃までの17年間務めたが、残念ながらその他の詳しい事績は不明だったりする。弘安2年1369年に足利義満がわずか10歳で3代将軍となるが、1379年の攻略の政変で自立し、義満は権力を掌握していく。三河では、同年1379年4月までに一色則光が守護に就任。この一色昭光が守護代になり、小笠原長美がまた守護代となる。以降、三河の守護は一色昭則、一色光則、一色義綱と続き、一色氏が4代60年余りと三河守護を独占するが、足利義満が将軍直属の軍事力である奉公衆を組織し、三河には御領所の設置と奉公衆の所領が増えていくことになる。高氏から仁木氏、大島氏と守護が変わる南北朝時代が終わり、一色氏4代が三河守護となる室町時代へと時代が移る中、後に三河を制することになる徳川家康の先祖たる松平氏が、ついに歴史の暗闇の中で帯同を始めるのだ。これまで松平、徳川氏の始祖とされる松平親氏は、江戸期の文献では源氏の新田一族の世良田氏を出自とし、没落して自習の遊行僧となり諸国を巡っていたが、鴨郡松平郷の松平太郎左衛門家の婿となって松平氏を継いだとされてきた。世良田氏の系譜は半ば江戸幕府に公認されたものであったが、これは徳川家康による永60年1567年の三河の神叙任と徳川への改正に伴う粉飾であったことがもはや通説であり、松平親氏こと徳阿弥が自習の総本山藤沢の正常工事遊行寺で落職、出家したことなども元禄期以降に盛られた話であって、後世の権威づけであったと近年の研究で明らかにされている。要するに松平氏が新田氏の末裔などというのは真っ赤な嘘だというのだ。では松平親氏とは実際には何者だったのだという話になるわけだが、近年の研究では、旗本松平太郎左衛門家の家老神谷家に伝わった松平氏由緒書きの記述が重要視されている。その松平氏由緒書きによれば、松平太郎左衛門の上家の先祖は、有原氏の由来とも熊野の鈴木氏の筋とも言われるが、今に至ってはその出自は不詳とされている。信盛の代に松平の地と関わりを持つようになり、信盛のこの信繁が松平に定住して名字としたようだ。松平信繁は風紀宇徳の人、宇徳人、つまりは金持ちで、12人の下人に12の具足、すき、くわなどの道具を持たせて、人馬の道を作らせ、通路を安くし、前代未聞の慈悲として、恩国まで名声が届いていたという。松平号の地名については同じく太郎左衛門家の家老であった。土井家の年代覚えという記録によれば、松平信繁の父、有原信盛は公永年中1342年から1345年に、京から鴨郡下山の省に移り住み、松の木が生い茂る地であるので、その地を松平と名付けたとされている。実は松平郷の名称は江戸期のものであって、当時の松平の地は、古くは山田郷、下って下山の省、外下山郷と呼ばれていたようだ。下郷と山田郷で下山なのであろう。ちなみに、設楽郡の北部は足助の省に含まれ、残る設楽郡のほとんどが富永の省だったようだ。さて、三河物語では松平親氏は松平家の婿とされ、松平氏由緒書きにおいても松平親氏は同様に、松平家の婿となっていて、その経緯が詳しく書かれている。雨天続きのある日に松平信繁がレンガの会を興行しようと、用意をしていたところ、筆役がいなくて困っていた。そこに、レンガの作法に正しき旅人が現れ、座中を見学していた。信繁がどこから来たのかと、その旅人に尋ねると、総じて我らと申すは、東西南北を巡る旅人のものなり、と答える。信繁が筆役を依頼すると、徳雲斎は心得がないと断るも、重ねて依頼すると、強いてご所望ならばと、筆役を引き受けた。徳雲は、行水で身を清めて、座中に直られると、見事な筆でレンガを書き留めて松平信繁を喜ばせ。さらに、信繁がレンガを所望すると、徳雲は優れた歌を詠んでみせた。この徳雲斎が、後に松平親氏とされる人物であり、松平氏由緒書きでは、名を信武としている。レンガ会での徳雲の立ち振る舞いをすっかり気に入った松平信繁は、彼を屋敷に留めていたのだが、この際に徳雲に先祖のことを聞くと、我らと申すは、東山よところ嫌わず旅する老流、流浪の者にて、恥ずかしく思いますと答えて、徳雲はその出自を明らかにしなかった。それから春夏が過ぎた頃に徳雲がまた旅に出ようとしたので、信繁は末の娘の水目をめとってとどまってほしいと申し出た。この申し出に徳雲斎はしばらく思案して、ここより西南の八橋の村に留め終えていた。弟の有金斎、有金を迎え入れたいと願い出る。松平信繁は、それはめでたきことよ、早く弟殿にご足労いただきたいと。有金斎こと、後の松平家二代となる松平康親を招き、婿入りした徳雲は、還俗して松平親氏、信武となったのだ。松平康親は、系図などでは松平親氏のこともされていたが、近年の研究では弟とすることが定説となっている。ちなみに、松平信繁の娘には、水目の他に姉の海目がいたとされ、海目は、堺という在所に嫁に行ったとされており、これは、後の松平家の中心となる堺氏の祖のことと思われる。堺家の祖とされる堺広親は一般的に松平親氏のことされるが、松平氏由緒書きでは相婿の関係になっており、相婿の関係を縁に松平家の家臣となったのが実態なのであろう。以上が松平氏由緒書きに基づく松平太郎左衛門の情景の松平親氏の婿入りの経緯になるのだが、このような記述から松平徳川の祖である松平親氏の実態は、近年の新説では、新田一族どころか自習の僧であることすら否定し、諸国を回る職人や渡りの技術集団だったと推定しているのだ。ただし、未だに良質な資料が存在しないので、松平親氏はその実在を確定できない状況でもある。松平氏の当主となった松平親氏、信武の業績としては、三河物語にある中山十七名の征服伝承が知られる。三河物語には残念ながら征服地の具体的な記述がないが、三州八代記古伝集に具体的な征服の記載があったりする。松平の西隣にある林ぞれに薮田源吾忠元なる者が家来を大勢抱え、近隣を横領し風紀におごり、松平親氏に対しても無礼を尽くしていた。親氏は若輩なので耐えていたが、度重なる無礼についにぶち切れる。松平親氏は鷹狩りの体裁にて家来の人数を揃えて松平を出立。滝川沿いの衣街道を使って西に進軍し、林ぞれの薮田の館に対して不意に襲いかかり、薮田忠元を打ち果たし、騒動する薮田の家来を大勢打ち取り、残る八つ原を追い散らして、松平に帰ったというのが薮田大治の顛末である。新名所の地が薮田忠元の館跡とされ、館跡の北にある静安寺には、無縁石塔があり、その中の一つが薮田忠元のものと伝わっている。また、静安寺西の旧道には、連地下氏石橋という古い橋があり、三河物語にもある松平親氏の道づくりの伝承によるものだろう。ついで松平親氏は中山部の平定に乗り出し松平を出発。未明の頃、麻生倉之助の城に密かに打ち寄せ、城の様子を見たところ、古城であったが、要害の構えであったため、乗っ取りは難しく思えた。家来の中に石つぶての上手な者がいたので、火袋に石つぶてを巻き込め、堀端に歩み寄って、続けざまに打ち込ませた。投げ込んだ者は、おそらくは宝禄火矢のようなものであろう。折からの谷風が吹き立てるによって、屋敷は焼け上がり、城内の者どもが驚愕して、門の外に駆け出るところを、草の葉を刈るがごとく、敵を大勢切り伏せた。ほどなく、麻生倉之助と、その妻子や従者一同は、城内で焼け死んだ。続いて、松平親氏は、麻生より二えぐり、大林に向けて進軍するも、その途中の宇頭坂において、大木が切り倒され、大勢が、県南の地に待ち構えており、進軍が難しくあった。松平親氏は、まず金谷寺に入り、しばらく本陣を据えられる。金谷寺は、現在の阿弥陀寺のことであるが、現在よりも西にあったとされ、おそらくは上櫓だろう。日も暮れた夜半に闇に紛れて、音川を渡り、山を迂回して、音川の蛇行部分にある小林の里に打ち入れた。敵将の二えぐり内記は、この松平勢の動きに対して、谷上の兵を引き連れて、打って出て迎え撃つ。松平親氏のかかれ者どもの下知により、両軍は相がかりに火の出るような戦いとなる。戦いの中、二えぐり内記は松平親氏の放った矢に撃たれ倒れ伏す。敵の老頭どもは敵将を肩に抱えて慈雲寺に逃げ込んだ。だが、慈雲寺、現在の大空寺にて、二えぐり内記と老頭一同は、追い詰められて腹をかき切って果てたのであった。宇頭坂の地は残念ながら地名が残っていないので推定になる。大林城は隠れ家の八幡宮の付近にあったとされ、慈雲寺から改名した大空寺には二えぐり内記の墓が残る。麻生と大林を制圧した松平親氏の威風によって、田口の中根、肌無しの青、奥岩戸の天野、柳田の山之内は、弓を緩め、兜を脱ぎ、降参して出仕するようになった。こうして、中山十七名は、大方、松平親氏の手に入ったが、松平家の権を妬み、意を争う輩も多くあり、不意に押し寄せ、あるいは、夜討ちをかけてくる者もありと油断せず、松平親氏は、近所の山を平らにし、空堀を深く掘り、門、塀、櫓を堅固にし、中に御殿を設けて兵を配置し、夜はこの城に宿したという。去るほどに松平親氏の武勇は高くなり、中山十七名の七千貫のところは、おのずから松平親氏の御手に属したのだった。松平親氏が築いた城は、松平市館の南にある松平町と見られる。この当時は、南の根引峠ではなく、東の坂峠を抜けるルートだった。衣や釘平と佃とを結ぶ旧衣街道が、松平城の北を通っていて、交通の要衝であった。松平親氏、信武は、その後に急病となり早世してしまったため、有金斎が3年半ほど、名代として屋敷を取り計らったとある。有金斎こと松平康親が2代目とされるゆえんであろう。松平親氏には、男2人に女1人の子があったとされ、系図などで松平信弘とされる長男は、試合により片足の筋を、引きつる怪我を負ったので、松平の屋敷に居住したとされる。そして、次男の松平信光が松平町に入ったとされるが、まだ若年であったために松平康親の貢献を受けたものだろう。松平親氏の没年は諸説あって確定していないが、土井家年代覚えでは、応永20年、1413年としており、応永20年か応永21年頃とする説が有力のようだ。さて、松平親氏の中山十七名制服の伝承だが、三州八代記古伝集を地形の記述などから、相当に真実を伝えていると評価する向きもあったが、最近の説では室町幕府の体制が整い、全国的に支配体制が安定し、三河でも守護の一色氏の支配が確立する中であるので、武力行使による所領の奪取はありえないと制服説は否定され、実際には売徳や年貢の請負の形での支配拡大だとされている。松平氏由緒書きでは、三代目となる松平信光の領地として、信繁と信武として売地なり、鴨郡において9カ村なり、額田郡にも6カ村なり、と記されていて、残念ながら、具体的な地名は不明だが、売徳による領地の獲得を反映した記述となっているのだ。2代目となった松平康親の業績として、三河物語には、まず、猿大臣のお供となったことが記される。三河に流罪になった大臣が罪を許されて帰郷することになり、松平氏は、源氏の嫡流の家柄であるから、お供を命ぜられて。それ以降、三河への臨時は、徳川安親に下され、国中が服した。という、はっきり言って、意味不明な記述であるのだが、この大臣のお供の話は、室町幕府の政所出自である。伊勢氏、伊勢伊勢の神家と松平氏の主従関係を、表したものなのではないかと考えられている。政所出自の伊勢氏は、御領所、公房御領を管理する立場にあり、応永3年、1396年には、政所出自の伊勢貞行に、御領所となった額田郡の山中郷が、知行として与えられている。山中郷の北に隣接する松平氏が進出した中山郷や、菅生郷なども伊勢氏の管理下にあったとみられ、通説では、岩津進出後に松平氏は伊勢氏の被管になったとされている。さて、三河物語では、次に松平安親の業績として、松平郷を出て岩津の城を奪い、居城とした岩津進出を記している。これも、近年の説では、売徳での進出が有力視されているのだが、一応、具体的な内容が、三州八代記古伝集に記されている。松平より、矢作の市場へ通る山路に、強盗や山賊があって、たびたび往来の人々を悩まし、山中の里の旅が難儀に及んでいた。これは、松平親氏が撃った藪田忠元の残党や、岩津の大膳が、領内を跋扈し、千年の仇に報いんと欲してのことであったという。松平からの山路とは、後の松平王冠のことであろう。松平王冠は、丹坂、伊田、新福寺、阿波を通る A ルートと、和津、駒立から八毛坂を抜けて滝山寺を通る B ルートがあるが、B ルートには、和津、遊び平、駒立、安戸、米子内、滝、八和の、滝山寺の事業である滝七号があり、事業で山賊働きもないと思うので A ルートだろう。松平王冠としては B ルートの方が有名だが、B ルートが栄えたのは江戸中期以降だったりするのだ。岩津大膳は中根大膳や岩戸大膳、天野大膳など、名前が複数伝わっていて、いまいち実像が見えてこないのだが、おそらくは中根氏だったのではないかと考えている。中根氏は箱柳の中根氏が有名だが、同根六郷と呼ばれる。おろ、箱柳、田口、板田、中畑、岩屋に勢力を持っていたとされ、中山十七名の征服伝承で田口の中根氏が松平親氏に従っている。中根氏が複数に分かれ、岩津大膳が中根氏の宗家筋で、同根六郷から岩津に進出していたと考えれば、中根氏の一部を従えた松平氏と対立するのも必然だろう。さて、悪逆を働く岩津大膳を討つことを決めた松平安親は、家来に岩津の里を探らせて夜討ちを行うことを決めた。松平から衣街道を西に林ぞれ釘生平に抜け、巴川沿いを南下して、岩津へ進軍したと考えがちだが、進軍路は後の松平王冠であろう。中小屋に松平城から出陣した松平勢は、高野、名の売、滝脇、日陰、赤峰、丹坂、伊田を抜け、新福寺から松平王冠を離れて岩津に東側から向かい、松平安親は夜半過ぎの頃に岩津城に着陣した。岩津大膳は風流を好み、岩津の城では宵に十五夜の遊宴が行われ、深夜には城中の者は泥酔して枕に伏せる状況であった。松平勢が門前に押し寄せるまで敵の攻撃など夢にも思わず、松平勢が上げる時の声に岩津城はパニックに陥るありさまであった。松平安親の掛の下地に松平勢が堀を飛び越え、塀に登り、城内に押し入って半時ばかり敵味方入り乱れての乱戦となる。城内の敵勢は下半を撃たれてかなわないと裏門を開いて逃げ落ちる。岩津大膳は途方を失い、妻子と共に自害して果て、味方は逃げる敵を追って岸沼に追い込み、多くの首を上げた。こうして岩津を手に入れた松平安親は城を修復して、松平信光と共に松平城から岩津城に移ることになる。以上が三州八代記古伝集にある岩津城の野襲の顛末である。岩津城の攻略は明神寺御由来略記によれば、応永28年、1421年のことであったとされる。応永33年、1426年に建立された。旧岩津城、岩津大膳西城の傍らの、脈一王子社の建立の際の胸札の写しに、松平太郎左衛門入道要金の名があり、これは三河物語にある松平安親の法名の有金と、松平氏由緒書きの有金斎と同一人物と考えられており、この胸札から松平安親の岩津進出は実際にあったもので、少なくとも1426年までには行われたとされている。岩津進出の他に松平安親の事績として三河物語では、岡崎の城もおとりになり、それは次男に譲り、岩津の城は泉守信光に譲って隠居なさったとある。この時代には後の岡崎城は当然まだ存在せず、西郷氏が進出した明大寺古屋敷平岩城が岡崎とされるが、三河物語にある松平康親の岡崎進出は乙川以北の、後に岡崎の地名になった菅生郷への進出と考えれば、矛盾はないものと思われる。一般的に西郷氏による龍頭山岡崎城進出は、享徳元年1452年とされるので、乙川以北に進出を図った西郷氏と、時代の松平信光とが対立することになったのだろう。三州八代記古伝集には西郷氏と争ったことが、松平康親の事績として記されているが、これは松平信光の事績との混同であろう。さて、三州八代記古伝集にはもう一つ、大平の城の柴田左京を攻めたことが記されている。大平の地は後の岡崎城下である菅生郷の東になり、柴田左京勝正が城主であったとされる大平再勝城がある。松平康親は岩津岡崎の軍勢をもって夜中に出陣し、五井の原の砦に不意に押し寄せた。塀に乗りかけ、木戸口を切り破って攻め込めば、敵兵は思わぬことと狼狽して大半が捕獲され、残る者どもは本城を刺して逃げ込んだ。松平康親は打ち壊した砦の木材を増強に持たせて沼田に渡し、大平城にしよると城内からの防戦によって、散々に倒されるもののこれをものともせずに、手負いの者を乗り越え攻めかければ、柴田左京は自ら城に火を放って煙に紛れて山中に逃げ入り、美濃路を北方へ逃げ落ちていった。以上が三州八代記古伝集にある大平城攻め取りになるが、三河物語にある岡崎の城とは、あるいはこの大平城かもしれない。ただ、残念ながら岡崎進出も大平攻めも、なかったことになっているのが現状だったりする。これをもって松平康親の事績は終わりとなり、松平家三代目の当主となった松平信光によって、ようやく松平氏が歴史の表舞台に登場することになるのだが、それは室町幕府の将軍に万人恐怖と称された足利義教がつき、その足利義教によって三河守護の一色氏が追討を受け、ガキツの乱によって足利義教が侵略されてガキツの土一揆が起こり、さらにはぬかた郡一揆や応仁の乱まで勃発する、意味不明なぐらいひどい戦乱の時代だったりするのだ。歴史の表舞台に登場する以前の松平氏2代の松平親氏と松平康親の事績について、従来説の正福伝承と近年の主流である新説の売徳を解説してきました。だが、この新説には疑問が残る。松平氏の領地獲得を全部もろもろ売徳とするのは、ぶっちゃけさすがに無理があると思うのだ。実は売徳と正福伝承の両説は対立するものではなく、共存することができるのではないかと考えていたりする。それを可能にするのは伊勢氏の悲観家の前倒しだ。松平氏の伊勢氏悲観家は岩津進出後とするのが一般的だが、松平親氏の時期にすでに伊勢氏の悲観になっていたと考えれば、中山十七名の正福伝承は伊勢氏の命令による行動と解釈できる。政所執事として中山郷を御領所にしようとする伊勢氏に対して、黒人が一揆や横領などの依頼の挙に出ることはあり得るだろう。菅生郷や中山郷に菱賀郷は孔子の菩提寺となった総持寺や、次週の京七条道場の金光寺に寄進されて寺領になっているが、中山郷の全てが寺領ではなく御領所にもなったと推定する。正福説の否定は幕府や一色氏の守護の安定などが挙げられるが、一色氏の三河支配も一色氏の下で守護代となっていた。小笠原長春が捕獲されて応永15年1408年に、小笠原長政が羽津軍で放棄したりして、一色氏の三河の支配が安定していたとはとても言えない。それに、そもそも御領所の設置と奉公衆を配置して、守護の権力を弱体化しようとしたのが幕府ではないか。三河なんてマジで奉公衆だらけだったりする。近年の説では松平親氏を渡りの技術者としているが、さすがに身分を落としすぎだとも思っている。徳王祭の連歌会における立ち振る舞いを見ても、相当に教養のある人物であり、ただの技術者ではないだろう。徳阿弥が遊行寺で出家したなどというのは後世の後付けで、次週のそうではないということには同意するが、それは次週との関わりを全否定するものではない。次週の僧は阿号や阿弥陀仏号を使うので、次週の僧であるならば徳阿や徳阿弥陀仏になる。阿弥陀仏を略して阿弥とすることもあるが、本来阿弥号はそうではなく、網州、同房州や客領が使う号になり、客領は出家と在家の中間的な身分で半僧半俗の存在であった。客領も諸国を回り遊行を行うものであり、徳王祭が客領であれば、三河物語の自習になられて徳阿弥と呼んだという記述と、松平氏由緒書きの我らは東西を旅する老流のものとの記述を、矛盾なく両立できるのではないだろうか。同房州が室町幕府において存在感を増す時期と同時期にあたり、徳王祭や有金祭が客領や網州であれば、幕府の政所執事である伊勢氏とコネを作ることも可能であろう。特に松平家の婿入りに有金祭を呼ぶことを条件とするあたり、松平康親はすでに相当なコネを持っていたのではないだろうか。松平氏の出自を渡りの技術者などとしないで、客領または網州などの教養のある人物とすれば、松平氏の伊勢氏の悲観家の説明も容易であろうと思うのだ。松平親氏の中山十七名の征服に岩津への進出、大平攻めなどは、岐阜となった松平信繁の財力と松平康親のコネでもって、政所執事の伊勢氏に早くから接近して悲観となり、伊勢氏の命令によって討伐したいわば官軍的な行動なのだ。その恩賞や伊勢氏からまた代官や年貢の請負の権利を売得して、松平氏は中山郷や岩津に勢力を拡大していったと考える次第だが、残念ながら客領や網州、伊勢氏の早期帰還化は、史料的根拠がないので妄想と言われても仕方がなかったりする。語りたいことはまだ尽きませんが、今宵はここまでにいたしとうござりまする。室町時代の三河と松平氏の起源の解説はいかがだったでしょうか。この動画を面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。メンバー登録によるご支援もお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画はご覧の守護大名の協賛でお送りしました。そなたたちの支援に心からの感謝をするぞよ。